フェルキン・アーンのモデルは、アルファイに不正中心を持つカルボニル元への、嗅覚不可反応の立体選択性を説明するためのモデルである。ヒュー・フェルキンらによって、最初に提案され、グエン・チョン・アインらによって改良されたのでこの名で呼ばれる。クラムのモデルが、カルボニル元のアルファイの最も安定な、立体配座を考えていたのに対し、1968年に、 フェルキンラは最も嗅覚剤が反応しやすい立体肺座を考えたモデルを提出した。そのような立体肺座はカルボニル元とアルファイの最も大きい置換期の二面角が90度の場合であり、この時嗅覚剤は最も大きい置換期があるのと反対側から最も立体障害が小さい形でカルボニル元に接近することができる。 このような立体灰座は二つ存在するが、カルボニル元の反対側の置換器との立体反発により二番大きい置換器がカルボニル元と合種の位置にある立体灰座の方が安定であると考えた。そしてこの立体灰座で嗅覚剤が反応した生成物が主な生成物になるとした。しかしこのフェルキンラの考え方によれば、アルデヒドのように、 カルボニル元の反対側の置換気との立体反発がほとんど考えられないような場合には2つの立体配座のエネルギー差がほとんどなくなるため立体選択性を説明できなくなってしまう。そこで1977年にグエンラはフェルキンのモデルにおいて嗅覚剤はカルボニル元に対して90度より大きい角度で反応することを提案した。この場合 嗅覚剤は α イの痴漢器の一つと平行な方向からカルボニル元に接近することになるので立体反発を受ける。そのためカルボニル元の α イの2番大きい痴漢器がカルボニール元と合種の位置にある立体廃座の方がより立体反発が少なく優先的に生成物を与えることになる。また具ンラは α の置換器が 立体的に大きくない場合には、カルボニル元とアルファイの最も電気陰性度が高い、置換器が90度をなす、立体廃座で、嗅覚剤が最も反応しやすいとした。これは90度の角度をなす置換器のシグマ軌道が接近してくる、嗅覚剤の電荷を受け入れるカルボニル元のパイ軌道と、協約して安定化する、立体電子効果による、 電気陰性度の高い置換気ほど、シグマ軌道のエネルギーが低いため、より安定化の効果が大きい。これによって、クラム測では予想できなかったハロゲン原子の効果も取り入れられるようになった。フェルキン・アーン繊維状態による反応の一般例。ありがとうございます。